どうも、じっさまです。一人だけでも谷間兄弟です。どうも、じっさまです。今日はですね、車の中なんですけども、まあ、ちょっとじっさま車を買ったということで、こういうミッションの車を買ったんですけどもね、スバルの BRZ という車ですね、を買ったんですけども、夜中に練習しに来ました。で、まあそこでね、今日もお菓子レビューをついでにしようかなと、ついでって言ったらあれですけどもね、今ちょっとコンビニエンスストアに寄ったんで、一つ、まあ、最近スナック菓子ばっかしだったんで、ちょっと別のを買ってみました。これです。じゃじゃん、見える？山崎さんのチーズ好きのためのチーズケーキというのを買いました。なんかチーズスフレで、チーズクリームで、ベイクドチーズを挟んでいるそうですね。キリクリームチーズ 20% を使っているみたいです。キリクリームチーズを使用した3つの味わいを一度に楽しめます。見えるのかな、こんな感じですね。はい、まあ、どう見てもすごいボリュームですね。あ、裏に説明が書いてますね。キリ2015キリクリームチーズコンクールは、キリを使用した魅力的なお菓子をご提案いただくプロのためのコンクールです。あ、なんかキリのチーズを使ったコンクールがあるんですね。あ、書いてますね。キリクリームチーズコンクールファクトリー部門最優秀賞。すごいですね。おお。まあ青くてね、なんか見るからちょっと高級感が出てるわけじゃないですかね。あとね、カフェラテも買いました。お、クリスマス仕様のカップになってますね。ほわほわしてる、滑り止めにもなってて、かなりいい感じじゃないでしょうか。見えます？クリスマスツリーとかになってますね。ということで、もう夜中なんですけどもね、こんなのを食べていいんだろうかと思いますけども、いただきます。開けてみます。お、ちゃんとトレーの包装に、さらにこの手で持てるようにも透明のフィルムが貼ってありますね。かなりのボリュームですよ。手のひらがこのぐらいなので大きいですね。値段270円ぐらいでした。じゃあこのボリュームたっぷりの山崎さんのチーズ好き、チーズ大好きの、何て書いてある？チーズ好きのためのチーズケーキ、ちょっといただいてみます。いただきます。うん、周りのスフレかなりふわふわですね。チーズも、程よい酸味のある、あまり粘り気がないチーズクリームですね。うん、香りもすごいいいですね。まあ、市販のスーパーとかでね、よくキリのクリームチーズって売ってるんですけども、うん、やっぱりその味は同じですね。同じというか、まあ、キリクリームチーズ使ってるんで一緒なんでしょうけども、同じですけども、あまりコテコテした甘さもなくて食べやすいですね。うん、うまい。うん、止まらなくなっちゃうので、この辺にしとこうと思いますけども、うん、とても美味しい、お菓子だと思います。ローソンさんで売ってますよ。他のコンビニでも売ってるのかな、ちょっと分からないですけど、あ、このパッケージもついてるのはローソンさんみたいなんでね、ぜひ皆さんも気になった方は一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今日はチーズケーキ、山崎さんのチーズ好きのためのチーズケーキを紹介しました。またね、ちょっとこの動画見ていただいて、まあ楽しめたよとかいう方があれば、できればこの辺どっかにチャンネル登録っていうのもありますので、ぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。